タナヤンゴルフチャンネル。はい、おはようございます。タナヤンゴルフチャンネルです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちら才の森ゴルフクラブ、はい、綺麗ですね。まあ、こんな感じですね。朝6時半スタートということで、今日は同級生のテイ君とまたやってまいりました。スーサムでいきます。今日ですね、ちょっと見てください。ティラーン、お、アイアンを、ピンのピン好きですね。はい、久々、まあずっとタイトリストだったりとかミズノをずっと使ってたんですけど、ちょっとねパワー率が悪すぎて、少し優しめのアイアンということで、このピン、はい、525のシャフトはモーダス115の S、 ちょっと軽くて、ハード、いやそんなハードじゃないみたいですね。これで回っていきたいと思います。どんな感じで、ちょっと今、イメージ、ちょっと出してって。ピンっぽい感じ。あ、ピンっぽい。ピンっぽい、ピンっぽいやつ。いやいや、ピンっぽいって。まあ、コースでね、今日は存分にその、ニューアイアンを、はい、あの、ナイスショット見せてもらいたいと思いますって。才の森のベストが86とかだから。ちょっと86以下で回りたいな。そうだね、はい、ベスト更新。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあテイ君は今日はね、クラブがちょっと今日チャレンジングなあれで来ました。少ないよね。ドライバーとドライバーと7番ウッドと、そうアイアンが6、8、PS とパターで7本のハーフセットラウンドというね、すごいね、チャレンジだね。これは何を提供されてるの？何？ちょっと YouTube ね。動画にあれね。マーク金井さんのオルタナゴルフ。なんとかゴルフっていうのを、はいはいはい、まんまとね、半分置いてきました。今日は。よくやる、ね。これでベストスコアをどうなるかね。これでベスト出したらすごいけどね。まあ、それも楽しみに、ね、ということで、はい、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで前回アドニス小川でね、テイ君とあのツーサムでラウンドしたんですけど、また、こちらでもツーサムでやってまいりました。幼馴染で小学校1年生からの友達でね、もう腐れ縁という感じなんですけども、まあ、ゴルフに関しては本当お互いライバル視していて研鑽し合ってるっていうような感じです。ちょっとひげ剃るのとキャップを忘れてもじゃもじゃな感じですけども、めちゃくちゃいい当たりだけど、ご了承ください。左あれいきなりですね、左にちょっと引っ掛けてしまって、ワンペナルティでした。あくまでまっすぐ打てることが前提、まあ、ワンペナなんで中に戻して、グリーン周りまで運ぶというこの後攻め方になるんですけども、才の森はですね、本当にバンカーが多くて、前回僕のチャンネルでも才の森だいぶ前ですかね、紹介してるんですけども、バンカーに入れるとですね、本当に大変なことになりますので注意が必要です。一人予約で仲良くなった加藤さんとのラウンドでね、紹介させていただいてましたけども、僕のこのセカンドは左足上がりなんですけど、バンカーには絶対入れちゃいけないです。あのグリーンの周りは右も左も入れるとちょっとね、反対側狭いので、バンカー思い切って出せないんですね。で反対側飛んでも、バンカーが待ってたりとか、もうとにかく大変なんで、そのあたりはバンカーケアっていうのが大事になってきます。なので私はピッチングで打って、この場所、まあ、30ヤード前後のアプローチですね。まあ、このぐらいだったら乗せて最低でも2パットで上がれるっていう感じで、ボギーを取るゴルフっていうことがね、できるので、グリーンを狙うだけがゴルフじゃないよっていうところですね。でテイ君はこれがボギーパット、まあ、ワンペナあったんでこれはしょうがないですね。
ちょっとプッシュしちゃってましたね。で、私がパーパット、まあ、2メートルちょっとっていうとこですかね。2メートルちょっとのパーパットが打てるっていうのは一番いいですね。うん。入ったと思ったんですけどね、フックしなかったですね、残念。で、テイ君ちょっと嫌な距離ですね、ここね。少し下りも入ってるんですけども、うん、しっかりと入れて、ダブルボギーで抑えました。ここでね、取りになるかダボかっていうのはだいぶ差があるのでいいと思います。で、2番ホール、うん、ちょっと打ち下ろしのパー5。ここはですね、右はバンカーが効いてて左はちょっと狭いっていうところなんですけども、ドチーピンです。距離も全然出てない状況ですね。まあ左残っててくれたんでこれは良かったんですけど、うん、1番ホールでちょっと右に飛び出したんで、あのタイトリストから今あの G425 をちょっと試し打ちっていう感じで打ってみたんですけど、やっぱシャフトの特性で全然違いますね、うん、飛んでいく方向が。めちゃくちゃいい球だね。で、テイ君は落ち着いてドライバー、これはナイスショットです。テイ君のスイングですね、ちょっとスローで見てみます。結構シャット気味にフェースを使いますね。で、そのまま下ろしてくるんですけども、右足がかなりベタ足、うん、積極的に下半身を使うタイプではないんですけども、うん、非常にいいスイングですね。リズム感重視っていう感じですかね、うん。私は深いラフなんですけども、ここから8番アイアン、うん、これはですね100ヤードぐらいしか飛んでなかったですかね。もうラフに食われて低いボールでジャッっていう感じでちょっと飛んだけだけっていう感じですね。で、まだ200ヤードちょっともあります。うん、これはいいショットでしたね。多分9番アイアンだったと思いますね。いやー、ナイスショーだね。はい。で、テク右バンカー、左もバンカー、これ余裕でピッチング持っちゃう、あ、うん、おお、263ヤードピッチング、すごい深いしね、ラフね。マネジメントしてます。うん、またラフ。うん、でもちゃんとバンカーに届かない番手で、めちゃめちゃ食われたけどな。8番持ってたら、うん、やばかったね。8番持ってたら行ってたね、右バンカー行ってた、ね、135ヤード、そうだよね、260あったから。ピッチングででも120は余裕で飛んでるからね。135、あれ奥打っても結構、あ、奥そんな気にしなくていいと思うよ。手前、奥、オッケー、ナイス、乗ったね、うまっ。うん、いい感じですよね、テイ君。あの、打ち上げだったんでちょっとグリーン目見えなかったんですけど、今の3打目めちゃくちゃ寄ってました。うん、私は74ヤード、うん、56度でしっかり打ちました。まあ、あのピンが奥だったんでしっかり打ったんですけど、ちょっとスピンで戻っちゃったみたいですね。うん、で、パーパット。頑張れ。あのラフからここ寄せるのはちょっとやばいね。ナイスバーディー、オッケー、すごいね、ハーフセットでいきなりもう2ホールで全くこういうので、うん、あ、感情を出さない。嬉しいんでしょ、興奮している興奮している、がナイス。ナイスバーディーですね。
あのテイ君ですね、結構ナイスショットしたりしても首をかしげたりしてちょっと秀樹みたいな感じなんですけど、あまり感情を表になんか、ね、めちゃくちゃいいじゃん、出すのはちょっとダサいみたいな。やば、おお飛んでる。いやすごいですね、ナイスショット、勢いついてきた感じがします。ドライバーがめちゃくちゃ安定して距離も出てますね。ちょっと押され気味の私、ハーフセットのテイクに負けるかもしれないなんて、まだ2ホールしか終わってないですけど、これだけ調子いい感じだと、ちょっと圧力感じてます。で振りに行って私はトップしてしまって距離が全然出てなかったですね。テイクの球はだいぶ前に行ってます。ここはちょっと打ち上げもあったんで長めを持って左のバンカーは避けたいなっていうところで打ってます。で距離はぴったりだったんですけど、グリーンの右サイドです。でテイ君はあの7本セットでね今日ラウンドしてるので149ヤード軽めに6番アイアンですね。普段だったら7番。うわうわうわ、ちょっとベタピンかもしれないね今。ナイス、いいね、めちゃくちゃ調子いいわ。ピン筋ってたんでやばいと思ったんですけどね、ちょっとやっぱり6番アイアンで転がってしまったような感じで、テイ君はグリーン奥から、私はここですね、ちょっと難しいです。深い逆目のラフなんですけど、手前のバンカー、グリーン反対側にもねバンカーがあって、ここは保険をかけてちょっと右に打ちます。はい、ピンに向かって打つと、万が一オーバーしたらバンカー行くし、手前だとバンカー効いてるので、右サイドのちょっと奥でもいいやっていう感じでしっかり打ちました。でテイ君は奥からピッチングで、いいんじゃない、ああナイスタッチ、オッケー、いやうまい、ナイスアプローチですね。で私は奥からちょっと下りでスライスに見えてるんですけども、なので左に打ち出して、ここはスライスしなかったですね。そしてちょっと嫌な距離のまたテイ君のパーパット、見せかけてのまっすぐ登ってるからあまり曲がらないっていう落ち、あ確かにと見せかけて裏の裏最終的に決めた？スライス。左カップいっぱい。はい。おお、ナイスパー。うまい。うまい。マジでうまい。落ち着いたいいゴルフです。テイ君。ショートパットはボールを見ないこと。はいはいはい。穴見んの？どこ見んの？いや、左。気になってみると引っ掛けちゃう、こう、はいはいはい、体が、おこれもね、あの方がおっしゃってました。もう神ですね。神マークさん、マークダメだよ、先生のことマークなんて言っちゃダメだよ。花井先生、はい、というわけでですね、テイ君非常に調子のいい感じです。あのオルタナゴルフ、マークカナイさんの、YouTube ぜひご覧ください。でタナヤンが3ホールで、ね、3オーバー、テイ君が1オーバーということで、ちょっとやばいなと思ってます。続きですね、テイ君絶好調でこのまま続いていきますのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。おー飛んでる。